クレイマイナス -1、クレイマイナス -1、クレイ -1 は、シーモアクレイ率いるクレイリサーチ社が設計した、ベクトル型スーパーコンピュータである。この種類のコンピュータの基本構成を確立し、当時世界最高速であった。最初のクレイマイナス -1 システムは、ロスアラモス国立研究所に1976年に、納入された。クレイ -1 のアーキテクトは、シーモアクレイ、主任技術者は、 クレイリサーチの共同創設者でるレスター・デイビスだった。1970年代初め、シーモア・クレイは CDC で CDC-8600 という新しいマシンの開発に従事していた。8600はクレイがかつて設計した CDC-6600 や CDC-7600 の後継機である。8600は4台の7600を一つの 筐体に収めたもので、追加された特別なモードによって、全体で、深度的な動作をすることができるものであった。クレイの初期設計のパートナーだったジムソーントンはさらに、先進的な CDC スター -100 と呼ばれる、プロジェクトを開始した。8600の力づくの性能向上手法とは異なり、スターは全く異なる方法を採用した。 スターのメインプロセッサは7600よりも性能が悪かったが、科学技術計算の性能向上のための特別なハードウェアと命令を追加していた。1972年に開発中の8600は、マシンがあまりにも複雑であったために、部品のどれか一つが故障してもシステム全体が動作できなくなり、正常に動作させることができなかった。そこでグレイは、 CDC 社長のウィリアム・ノリスと会い、設計を最初からやり直す必要があることを告げた。しかし当時の CDC は深刻な財政的問題を抱えており、また並行するスター -100 の開発もあったため、社長ノリスは8600へのこれ以上の追加投資ができないとして、開発中止を決定した。結果として、クレイは CDC を辞め、CDC の研究所のすぐ近くに、 新たな会社を設立した。二土地を購入し、彼と CDG の元従業員らはアイデアを探し始めた。当初、小規模なベンチャー企業にはスーパーコンピュータの構築は不可能と思われたが、クレイの最高技術責任者がウォール街に行ってみると、多くの投資家がクレイへの出資に意欲を見せた。彼らに必要なのは設計だけであった。1975年。 クロック 80MHz でピーク性能160マフラップスのクレイ -1 が発表された。反響は大きく、ローレンス・リバモア国立研究所とロス・アラモス国立研究所が第1号機 SN-1 の争奪戦を繰り広げた度である。結局、後者が勝ち、半年後の1976年に第1号機が納入された。クレイリサーチ社の公式の最初の顧客は、 アメリカ大気研究センター、オンカーであり、1977年7月に886万ドルを支払い、790万ドルが、本体、100万ドルが、リスクの代金である、3号機を入手した。オンカーのマシーンは1989年1月まで、使用された。クレイリサーチ社は1ダースほどの販売を予定していたが、実際には、クレイマイナス -1 は80台以上販売されて、 価格は五百万から八百万ドルであった。このマシンによってクレイは名詞となり、会社は九百九十年代の調落までは成功を収めたのである。八十マフラップスのクレイマイナス一の後継機は、九百八十二年の八百マフラップスのクレイ XMP である。これはクレイ社発のマルチプロセッサ機であり、x m p 四十八はクレイマイナス一の次の 世界最高速のスーパーコンピュータとなった。1985年、後継機として革新的なクレイ -2 が登場した。ピーク性能は1.9フラップスであったが、商業的にはあまり成功しなかった。その理由は、高い理論ピーク性能に比べて、実際のアプリケーションを動作させた時の性能が、メモリバンド幅がネックとなり十分には、発揮できなかったからである。そのため、 クレイ -1 やクレイ XMP を元にして、拡張したクレイ YMP が1988年に投入されることになった。典型的な科学技術計算は、大きなデータセットを読み込み、何らかの変換を加え、書き戻すというものである。通常、変換は、データセット内のデータそれぞれに等しく適用される。例えば、100枚この数値それぞれ2号。 加算するというようなプログラムが考えられる。一般的なコンピュータでは100万回ループして個々の数値に5を加算していく。つまり、のような命令を100万個生成するようなものである。コンピュータ内部では、この命令を実行するためにいくつかの過程を踏む。まず、命令を読み込んで解読、デコードする。次に必要な追加情報を集める。この命令の場合、 数値 B と C を集めることになる。そして加算を実行して結果を格納する。スターでは新たな命令でループを表す。まず数値の大きな列がメモリのどこにあるのかをマシンに教え一つの命令を実行させる。一見してあまり変化がないようにも思われるが、この場合マシンは100万個ではなく一つの命令を読み込んで解読すればよい。そのため全体の 約4分の1の時間が節約される。しかし実際の時間短縮はそれほどはっきりしていない。コンピュータの CPU は特定の仕事をするいくつかの部分から構成される。例えば加算を実行する部分やメモリを読み込む部分などである。命令を処理する場合、CPU の一部分だけが働いていて、命令処理は CPU の中の部分から部分へと流れていくのである。 しかし、命令パイプラインの追加によってこれが変わった。CPU は先読みをして、前の命令を処理中に次の命令を読み込む。この流れ作業的手法では、一つの命令は時間がかかっているが、全体として見れば命令が次々と処理されていくのである。ベクタープロセッサは、これにあるトリックを追加して使用する。データの配置はわかっているので、 メモリ上に順番に数値が並んでいるデータ読み込み性能を上げるようにパイプラインを制する。ベクトル命令を受け付けると特別なハードウェアを指定された配列を読み込むように設定しプロセッサに数値を次々と送り込むのである。CDC がスターで使用した手法は今日ではメモリメモリアーキテクチャとして知られている。これはデータを集める方法を意味していて パイプラインは直接メモリを読み書きするように定めされる。この場合、いかなる長さのベクトルでも使用可能で非常に汎用的である。しかし、遅いメモリにアクセスしてもパイプラインが埋まるようにするためにパイプラインの段数が極めて長くないと性能が出せない。これは、ベクトル演算から通常の命令処理への切り替えに時間がかかることを意味する。 さらに通常の命令処理の性能が悪いため、ベクトルからの切り替え時間との相乗効果で、通常の命令処理は極めて性能が低下する。結果的に実際のアプリケーション性能は残念なものとなった。これは設計者がアムダールの法則を考慮していれば、最初から分かったことかもしれない。クレイはスターの技術的失敗を見て学ぶことができた。 彼は、ベクトル処理の高速化に加えて、一般のスカラー命令も高速化することを決断した。そうすれば、マシンのモードが切り替えられても高速に動作できる。さらに彼らは、ベクトルを格納するレジスタを導入する、ことで性能を劇的に向上できることに気づいた。初期のマシンは、演算を行うたびに、メモリ上のデータを頻繁に読み書きしていたため、無自覚に、スターでも、 同様に、ベクトル演算が、ベクトルの要素に演算を施すたびに、メモリへ繰り返しアクセスするように実装してしまった。しかし、まとめてデータを、ベクトル用のレジスタに読み込んで、まとめて演算を施し、まとめて演算結果を書き込むならば性能はさらに向上する。まとめたことで、データ1号あたりのメモリへのアクセス例転視が減らせる。他に、パイプライン化された。 演算機の零点子も遮蔽できる。回路としてはコストが高いレジスタは無制限に実装するわけにはいかないので、クレイの設計では、ベクトルレジスタ内部の要素数は64号に制限された。スターでは、ベクトルは任意以でも良いが、メモリアクセスが何度も発生するのに対して、クレイの設計したマシンでは、長いベクトルデータに対しては、その一部、 64語以内のだけをまとめて読み込む。しかし、その一塊に対して、要素ごとに、同じ演算処理をまとめて実行できるのである。一般的な処理においてより長いベクトルを扱う、場合にはそれを64語ずつに区切って、メモリアクセスを開花に分けても、性能向上を期待できるとクレイは考えた。一般的なベクトル処理は、小さなデータの塊を、ベクターレジスタに読み込んで、 それに対していくつかの演算を行うが、この新しいベクトルシステムは、独立した演算パイプラインを持つ溶接され、乗算機と加算機は、独立したハードウェアとして実装されたので、内部で2つの演算処理をつないで、例えば加算の結果を次の乗算で使用することが、パイプライン上でできた。これを、クレーでは、チェイニング、チェイニングと呼び、これをプログラマが意識して用いることで複数の、 命令をつないで使うことで、ベクトルレジスタとメモリの間の読み書きを減らすことにより性能を引き出すことができた。クレイ -1 はクレイにとって初めて集積回路を使ったマシンである。IC は1960年代から実用化されて、いたが1970年代に入ってから高速性を要求される用途にも使えるものになったのである。 クレイ -1 で使用している IC は、イクルによる、ナンドゲート2個、一つは5入力、もう一つは4入力を実装したもの、アドレス出力に使用する、やや低速なメキルによる、ナンドゲート IC、レジスタ用の高速小容量、6ナノセカンド、164ビット SRAM、主記憶用の10241ビットの SRAM、50ナセカンドの4種類だけだった。 それらの IC はフェアチャイルドセミコンダクター及びモトローラ製であ。クレイ -1 は全体で約20万ゲートで構成されている。IC は5層のプリント基板上に実装され、基板1枚に最大144個の IC が搭載されている。基板は冷却のために背中合わせに実装され、24台の28インチ高の ラックに72組の背中合わせの基板がセットされた。モジュール、個別の演算ユニットは1枚か2枚の基板で構成される。マシン全体では113種類、1662モジュールが使われている。モジュール間のケーブルはツイストペアケーブルとし、長さも緻密に計算して、パルスの反射を低減し、低常波による誤動作が起きないようにした。 イクル回路の生成する信号は作動系であり、二つの信号が均衡を保つようになっている。従って消費電力はさらに一定となり、電圧変動が低減される。電源から見れば、コンピュータシステム全体が単純な抵抗器のように見える。イクル回路は高速であり、全体として発熱が非常に大きかった。クレイの設計者は、 多くの時間を冷却システムに費やした。このために2枚の基板の間に銅板を挟んで背中合わせにした。銅板は熱をケースの端へ送り出すのでそこにフロンの通るパイプを設置して熱を交換し筐体下部の冷却装置でフロンを冷却した。最初のクレイ -1 の完成が6ヶ月遅れたのはこの冷却機構に問題が生じたためである。コンプレッサのために フロンに混ぜられていた潤滑剤が漏れて回路がショートしてしまったのである。パイプの溶接に新たな技術を導入して漏れを防いだ。クレイマイナス1について出願された特許は冷却システムの設計に関するものだけだった。配線の長さを少しでも短くするため、筐体は C のような形に配置された。速度に影響するものはその形の内側の端に置かれ、 配線の長さを少しでも短くした。これによりサイクル時間は1 2 5ナノセカンド、8 0ヘルツまで短縮された。彼が諦めた8600の8ナノセカンドよりも長いが CDC7600 ヤスターよりずっと高速である。ウカーはシステムのスループット計測結果を概算で CDC7600 の4.5倍と推定した。 クレイマイナス -1 は64ビットシステムであり、7600、6600の60ビットとは異なる8600でも同様の変更がなされる予定だった。アドレスは24ビットであり、最大で104 8571の64ビットワード、1M ワードの主記憶を扱える。各ワードには8ビットのパリティビットが付属し、1ワードは 実際には72ビットとなっている。メモリーインターリーブにより16バンクに分割され、それぞれ50ナノセカンドのサイクル時間であり、1サイクルで4ワードを読み込むことができる。より小さい構成では、主記憶を 0.25M ワードあるいは 0.5M ワードとすることも可能である。メインレジスタセットは8本の64ビットスカラーレジスタと8本の24ビットアドレスレジスタから、 構成される。これらレジスタを一時対比するそれぞれ64本のレジスタ T 及び B と呼ばれたがあり、こちらは演算ユニットからは見えない。ベクトル機構には別に64本の64ビットベクターレジスタと、ベクター長レジスタ、ベクターマスクレジスタがある。そして、64ビットのリアルタイムクロックレジスタと4本の64ビット命令バッファがあり、 各命令バッファには16ビットの命令が4つ格納される。ハードウェアは1サイクルごとに1ワード分をベクターレジスタに供給し、アドレスおよびスカラーレジスタには1サイクルごとに2ワード分を供給する。一方、16ワードの命令バッファ全体を4サイクルで満たすことができる。システムは12個のパイプライン型機能ユニットがある。 24ビットのアドレス演算に加算ユニット1つと乗算ユニット1つを使用する。システムのスカラーブには加算ユニット、論理演算ユニット、ハミング重み計算ユニット、全値ゼロ係数ユニット、シフト演算ユニットがある。ベクターブには加算ユニット、論理演算ユニット、シフト演算ユニットがある。不動小数点演算ユニット群は、スカラーブとベクターブで共有しており、 加算ユニット、乗算ユニット、逆数近似ユニットからなる。システムは12個の機能ユニットがあるが、並列性には制限がある。1サイクルに1命令がユニットに設置されるが、実行は並列に行われ、1サイクルごとに最大で2個の命令が完了する。理論上の性能は 160MIPs、80MHz に命令だが、 制限により実際の不動小数点演算性能は136マフラップスである。しかし、ベクター命令を注意深く使用して、チェーンを作るようにすれば、最高で250フロップスの性能を出すことができる。クレイ -1 は、大きなデータセットを処理するよう設計されているため、I、大回路の設計にも時間がかけられた。クレイが CDC で設計したものには I、 応戦用のコンピュータが含まれていたが、それは必要とされなかった。代わりに、クレイ -1 は4台の6チャンネルコントローラを持ち、各コントローラが4サイクルに1回メモリにアクセスできるようにした。チャンネルは16ビット幅で、制御ビットとして3ビット、エラー訂正用に4ビットを使用する。最大転送速度は100ナノセカンドに1ワードであり、マシン全体では 500k ワード、S となる。 最初のモデルクレイ -1A は、フロン冷却システムを含めて、重量5.5トンであった。ラムを100万ワード搭載した場合、消費電力は1 1 5ットであった。冷却システムと外部記憶装置を入れると、その場合の電力消費となる。保守用のフロントエンドとして、データゼネラル社のスパーノバ S-200 が使われた。これを使って、 起動時にオペレーティングシステムを本体に送り込み、動作中の CPU を監視し、オプションとして操作用としても使用した。これは後にエクリプスに置き換えられた。次のモデルクレイ -1S1979 年は、クロック周波数が若干上がって12.0ナノセカンドとなり、メインメモリは100万、200万、400万ワードである。主記憶の大容量化は、 25ナノセカンドのアクセス時間で動作する4096ビットのバイポーララム集積回路によって実現できた。データゼネラルのマシンは独自の16ビットマシン、80MIPS に置き換えられ、I-O システムはメインのマシンとは分離され、6メガバイト S の制御チャンネルと100メガバイト S の高速データ転送チャンネルで接続された。この分離によって一 s の外観は、 クレイマイナス -1A を2つに分けて少し離したように見えた。これにより I-O システムは必要に応じて拡張できるようになった。システムはいくつかの構成から選ぶことができた。S500 は I-O なしで 0.5M ワードメモリであり、S4400 は 4M ワードメモリで4台の I-O プロセッサを持つ。クレイマイナス -1S の次には、クレイマイナス -1M。 1982年が登場した。M は低価格な MOS ベースのラムを IO システムに使用していることを表す。1M は3つのバージョンがあり、メインメモリの容量だけで分けられている。M1200 は 1M ワード、8バンク、M2200 は 2M ワード、16バンク、M4200 は 4M ワード、16バンクである。いずれも I。 大プロセッサは2から4台であり、高速データチャンネルがもう一つ追加された。ユーザーは、MOS ベースのラムを8から 32M ワード分、追加して、ソリッドステートドライブとして使用することがきた。1978年、クレイマイナス -1 リリース時の最初のソフトウェアは、以下の3製品から構成されていた。アメリカ合衆国エネルギー省が出資しているローレンス。 リバモア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、サンディア国立研究所、アメリカ国立科学財団のスーパーコンピュータセンター、高 LD ル物理学向けは、ローレンスリバモア国立研究所が開発したを採用している。CTSS はもともとリバーモアタイムシェアリングシステムとして CDC7600 向けに開発されたもので、エラールトランというフォートランが動作していた。 CTSS では、クレイマイナス -1 向けに、ベクトル処理対応を加えた、CVC というフォートランが動作する。k a ーは独自のオペレーティングシステム NKAROS を開発した。アメリカ国家安全保障局も、独自の OS とプログラミング言語を開発したが、詳しいことは不明である。クレイリサーチが提供したライブラリーは、後のネトリブの一部となった。他にも OS が開発されているが、 プログラミング言語の多くは、フォートラン系である。ベル研究所では、試験的に C 言語コンパイラを開発した、ベクトル非対応。このおかげで、クレイリサーチは、ETA システムズより6ヶ月先行して、クレイマイナスに向けユニックスを完成させることができ、ルーカスフィルムは、初の CGI 試験フィルムザ・アドベンチャーソフ・アンドレワディ・ビー、B、の制作に、 クレイマイナス -1OC 言語を利用した。アプリケーションの多くは、機密、核開発用、暗号解読用などあるいはプロプライエタリ、石油貯蔵施設のモデリングなどである。大学の顧客が少なく、顧客間でアプリケーションソフトウェアを共有することがほとんどなかったためである。数少ない例外として、気象や気候に関するプログラムがある。 日本では1980年1月にクレイマイナス -1 の日本第1号機がセンチュリーリサーチセンターの東京本社に同年7月に第2号機が三菱総合研究所に設置された。クレイマイナス -1 は以下のような場所で展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。